どうも、小川です。まあ、どうも、西田に来てます。前戸ですけど、最近西田に多いですけども、なので、こんなね、高い筋にね、あって、向こうが、人気のホルモン山木。そして、あちらに、西成のね、西成の台所、スーパー束ねが、そびえてるわけなんですけども、今日はなんと、この山木、釜でではなく、あの寄席に行ってみようと。ね、怪しい寄席なんですよ。不法侵入みたいな寄席なんですけども、一度行ってみようと。で、あれこれ見たことあるぞと思った方もおられると思いますが、そこは目をつぶって行ってみたいと思います。じゃあ、この今池商店街を入っていきたいと思います。さあ、ここ商店街、今井商店街入った。で、右のその T 字路を右に行きます。はい、右に。で、まあ、逆行ったら新井の右ですけど、富田新地の方に向かって歩いていきます。うん、さあ、ここずーっとね、先はまっすぐ行きます。まっすぐ。で、このお好み焼き、焼き、カラオケ、さくら、ここ左に曲がります、左に曲がると、ずーっとこう左にこう見ると、ここですね。そして、ここですよ。上方落語寄席、炙亭ですよね。何が怒られてるかわかんないですよ。一応落語って書いてるんですけど、けど炙亭、まあ、芸人さんが来られるんでと思うんですけども、さあ、中に行ってみましょうかね。ね、どうも、行きましょうか。こんにちは。さあ、お店なんですけど、店主がいません。まだ、どっかでこの光景見た方、あるかと思いますけども、ちょっと今日は奥に行ってみたいと思います。見覚えがあっても、これはここね。じゃあ、中に入ってみたいと思います。おらんのかいか、でも。さあ、上がりますね。この奥で、寄せが行われているという。まあ、ね、特に寄せばいいのにみたいなことがあるんですけども。ね、なんかいろいろ音楽のこのね、舞台装置みたいなのがあるんですけども、ここで寄せ、落語。まあ、漫才やってることがわかるんですけど、落語ですね、主に落語。すごいですね。こんなところでね、ポテチンやってるんですけど、なかなかね、手作り感が満載ね、昭和感がね。本物なんか、寄せごっこみたいなね。じゃあ、一言、炙亭やがね。炙亭と解きません。以上、炙亭からお送りしました。皆様が、振るって、この寄せに参加してください。そして、詳しい問い合わせは、概要欄にね、ここを仕切ってるその概要欄にインスタグラムのリンクを載せてますんで、お問い合わせください。そしたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。